つつみなおは、日本の実業家である。プリンスホテル、横浜グランドインターコンチネンタルホテル、代表取締役社長を歴任した、セゾン現代美術館評議員。つつみやすじろうは父、つつみせいじはイボ兄、いぼあに、つつみよしあきは、同母兄である。アザブ高等学校を卒業後、西部百貨店ロサンゼルス店の出店準備を進める、父から、ロスの大学なら、 留学も許すとの現地を得て、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進む。大学を卒業した1965年、西部百貨店に入社。父の肝入りで出店したが売り上げ不振で閉店に、終わった、ロサンゼルス店の残務処理にあたる。1971年プリンスホテルを設立し、代表取締役社長、1984年に、 ホテル西洋銀座の総合プロデューサーとなり、セゾングループが立ち上げる、ホテル開業に向け奔走する。1987年にセゾングループによる、インターコンチネンタルホテルズグループの買収に当たり式をとり、1988年から1992年には、スカンジナビア航空との合弁事業、インターコンチネンタルホテルズグループの会長を務める。 2001年横浜グランドインターコンチネンタルホテル代表取締役社長2008年東京テアトル代表取締役会長ありがとうございます